つ。そう、これすごいんですよ。これほらね、もののけ姫のあれですよね。獅子神を殺そうとする尻尾があるんですよ。尻尾がこれで絵が描くこうやって長にゃんですね。あ、連続男子。はい、男子でいいの今日は。今日は設定としてどうなの。男子で来てる、うん、どっち男子です。どっち来てる、はい、今日は男子で来てますよ。女子枠じゃなくて。女子枠じゃないですよ。今日男子で来てる。全然男子じゃないです。あ、そう、はい、いやでも遠目で見ると本当さ、なんか可愛い女子がいるな。いや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 、いや無理にその低い声を出すと。きっとあれですよ。これからの映像、きっとすごい男らしい映像が流れるんじゃないですか。知らないですけど。ねえ、のぶとい声で歌った子、はい、あれですかね。うん、俺、だいたい休みの日は動画見るかゲームして終わりだから。いいのかいいね。メダルギアのセリフでいいのか。僕らがじゃんけんをします。指になって。5人全員が立ったり座ったりして、5問中番組です。はい、です。何してんすか。何やってんの。協力しないとクリアできないチャレンジに挑戦してもらいます。皆さんこんばんにゃ、長塚たくまでーす。よろしくお願いします。ついに、長にゃんが、はい、そういうことだ、そういうことだ。あら、あらら、ペコちゃん待ちだったんだ。あらら、なんか喧嘩始まる。イエーつら。本当に嬉しい。美人アイランカムラザニア、マウスだって気になって、気分イレブンアクセス試そうか。開けドア、今はもう流れてたらアジア。カメラがじゃじゃーん、パチンコサロン、そう、ね、病室で絶対つけてもらえるあれですよね。本当にちゃんと、うん、そういう業者にちゃんとお願いした。遅かった、遅かった、遅かったか、遅かった、俺が遅かった。じゃんけんポン。やばい厳しい、厳しい、早いよ。じゃんけんポン。よしよし、いいじゃない、ギリギリギリ、けんポン。え、あー、どうか。あー、むずい。やばい、急にレベル上がってるよ。長塚拓磨、グローイングアップ。はい、さんが紹介してた300円のセブンのね、プレミアムアイスっていう、なんかハーゲンダッツより高いアイスがあるんですよ。へぇ、セブンの、なに、なんか音がする。前が見えないからです。おにゃーん、皆さん来てますか。よろしくお願いします。本当だ、画質がいい。あー、こっちやった。今度こっちやった。なんでなんでなんでどうしたの。なんか急に喧嘩始まりましたね。どうした。させてくださいということで、笑顔、笑顔、笑顔すると目がこうちっちゃくなるタイプ。そうですね。あ、結構笑顔が不細工だと自分で思ってたんですけど。いやいやいや、そんなことない。それが何やっても可愛いって言われるんでしょ。やめろよ、やめろよ、やめろよ。また開いても可愛い。マジか。コティッシュフォールドならこうですけどね。そうだね。後ろの逆バージョン。こうなってるのか。そんな。終わっちゃった。幸せ探しに子供の頃に歌った。
あなた桃江さんよ。あ、ありがとうございます。あなた役者ね、ほんと。いや、そんなことはないんですけど。私はただ歌を歌っているだけなので。あ、そうですか。はい、そうか。男子一人、さっきの下りないから、もしかしたら出たことある人。ああ男子でいいよね、これ。男子ですよ。男子、男子だよね、この可愛い子。これ名前すると本当可愛い女の子。誰この可愛い女の子。性別不明枠って来てます、確かに。これ誰。僕ですよ。あ、僕。もうなんかこうやってたから発表見えなかったし。これ、これ、岩佐美がいらっしゃいませ。実際ぶっときった。あ、髪の毛ちょっと傷んでますね。これ、ノイズ入っちゃうからちょっと髪の毛外しますね。髪の毛外しますね。今日はどんな髪型にしますか。え、可愛く。あ、分かりました。僕ね、可愛くするの得意なんですよ。お客さんをするには、いやでもお客さんもともと可愛いからな。どうすればいいかな。いや、でももっと可愛くするにはやっぱこう切ってこっちかな。いや、こっちにしようかな。あ、前髪もですか。わかりました。どれくらい切ればいいですかね。あ、これぐらい。わかりました。じゃあこれでカットは完成しました。すごくすごく可愛くなりましたよ。4回目ということで、今回は10回目のメモリアル公演ということでね、はい、皆さんの心をジュージュー焼いちゃうぞ。お、かわいい。どうしたの。あ、考えてたな。白のパンダをどれでも全部並べて、はじけたよ、はじけろ、できた。それ、青いタヌキじゃない。すごい、カロ…引退すなって。